いつもご覧いただきありがとうございます。今日はこの段ボール1枚を使って 500ml の水を沸かしてラーメンを作っていきます。今日使用するのは空き缶ではなくて市販のウッドガスストーブです。2000円前後であるものです。それに少し手を加えました。底の部分の空気穴を拡大してあります。今日使う段ボールは 62g です。幅 30cm、 高さ 19cm、 この段ボールを使います。これは人参の入っていた段ボールで結構分厚いものですね。二重になっているものです。これをこういうふうに3つに分けてそれで丸めて、そして燃やしていきます。カッターでだいたい3等分ですね。そして折って反対側からこの折り目を軽く刃を当てれば切れてしまいます。こんな感じですね。こういうふうにダブルになっているものなので1枚だけは2つに分けます。まあ、2つに分けるというよりもこの部分が焚き付けになります。細かくちぎってちょっとくしゃくしゃにしておきます。そして丸めるのは牛乳パックと同じです。最初はきっちり丸めます。こんな感じできっちり巻いてます。このロールをそこまで押し込みます。そしてそれから緩めると適当に隙間が空きます。で、適当にくしゃくしゃにすると燃えやすくなります。こんな感じですね。それでは水 500ml を入れていきます。それでは着火します。このまま乗せてしまいます。
順調に燃えるようになりました。この市販のウッドガスストーブと段ボールが相性いいようですね。先ほど B6 くんでやったんですけども、 B6 くんは二重構造ではないので二次燃焼が起こらないですね。そして中の容積が広いんで熱が分散してしまうようで、早く燃え尽きて、そして起きの熱量も足りなかったですね。段ボールを上手に燃やすためには、あまり広くて大きなものの中で燃やすのは逆に熱効率を落とすようです。二次燃焼もきれいに起こっています。まだ沸騰してないですね。もう沸騰が始まった感じですね。時間は。それでは麺を入れていきます。昨日熱ですね。炎はもうありません。11分を過ぎましたので
ラーメンの出来上がりとします。では蓋を開けてみます。まだグツグツ言ってますね。まだ沖の熱は上がってきてます。で、段ボールはこういう状態になっています。まだ結構な熱が上がってきています。今日は 62g の段ボールを燃やしてラーメンを作ったんですけども、想定外に市販のウッドストーブと段ボールの相性が良かったです。それではいただきます。燃え尽きた段ボールのその後です。下に落ちてる灰はこの程度です。段ボールというのは形がそのまんまで燃え尽きる感じなんですね。ですので灰が崩れて落ちていくっていう感じでもないです。ですのでこの市販ウッドストーブの底の空気穴を大きくしたんですけども、落ちることなくそのまんまの形で維持されています。ひっくり返しています。こんな形ですね。完全に灰になっています。ただ牛乳パックに比べると傘は多いですね。元の傘からは 30% ぐらい減ってる感じです。以上です。ご覧いただきありがとうございました。